明治安田 J1 リーグ第31節浦和ゼロの 2FC 東京21日埼玉浦和担当星野浩二、10年ぶりに戻ってきた埼玉スタジアム試合後場内一周した元日本代表 MF 原口元気がゴール裏のサポーターから浴びたのはブーイングだった0対2の後半16分から途中出場したが得点は生み出せず流れを変えるまでに至らず 悔しいです。その上で、前半に失った2点を追いかけるチームの姿勢を厳しく指摘した。ホームで0対2で負けるのはあまりにも不甲斐ない。その後のリアクションを含めてあまりにも静かすぎるというか、パワーが足りない。試合前も少し静かだった。ホームゲームなので、もっと情熱的にプレイしたい。開始9分。 自陣右サイドからのクロスを DF 井上レイクトがクリアミスして自陣ゴールに吸い込まれ、痛恨のオンゴールを献上5分後には相手の右 CK から浴びたシュートが DF 石原博則の左手に当たり、TK で2点目を喫した。井上はミス後に GK 西川修作と DF ホイブラーテンから、まだ時間はあるから大丈夫、などと声をかけられたというが、 軽率なプレーを強く2失点目の直後もチームを前に向かせるエネルギーをもたらす言葉や振る舞いは見られなかったように感じた MF 大久保智明は失点した時のリアクションが大事僕を含めて未熟さが出た MF 関根隆大は早く失点してしまった時のチームの持っていき方はまだまだ足りない 一失点してチームが沈んだ時にリーダーシップを取ってどう持っていくかは大事と反省を口にした。スコルジャ監督のもとでアクルを制覇し、リーグ最小失点で4位となった昨シーズン。浦和には DF 坂井宏樹、ショルツ、MF 岩尾健らリーダーと呼べる選手がいた。チームが劣勢の時、味方が軽率なプレーでミスを犯した時、ショルツが鬼の軽装で叫び、 鼓舞していた光景が目に浮かぶ。チームの現状を静かすぎると語った原口はリーダーとしてふさわしい選手の一人だろう。たくさんのファンサポーターの皆さんが来ている中で少し不甲斐ない内容だと思った。パワーもないし、勇気も足りなかった。玉際一つとっても、ハメに行っているけどはまらないのは強度の部分やコミュニケーションの部分もある。 難しい状況から戻って来られるようなメンタリティを作っていきたい。練習で誰よりも声を出し、試合ではベンチにいながら大きなジェスチャーと言葉で仲間をこぶ。改善点をチームメイトに遠慮も、忖度もなくストレートに言える存在は、今回に主力がごっそり流出した裏輪に足りなかったピースだと感じる。関根は言う、元気くんだけを変に意識してもいいのかなって。逆に、 元気くんだけ見てプレイしてもいい時間帯はあると思うし、そういうエネルギーを持ってるので、自分はそこについていきたいなと思ってます。欧州や日本代表での経験で培った勝利への執着心。今回に加入した33歳ベテランのエネルギーは、残り9試合で11位と低調なチームにプラスの作用をもたらすはずだ。